資料の原綿は、フェデ・アルバレス監督による2013年のアメリカ合衆国のホラー映画である。サムライミ監督、脚本、制作による1981年の映画、資料の原綿の設定を一から作り直した作品であり、ライミは本作にも制作、脚本として参加している。フェデ・アルバレスにとっては、初めてのフィーチャー映画の監督となる。脚本は、 アルバレスとロドサヤゲス、ライミが共同執筆し、ディアブロコーディが書き直した。制作は、オリジナル版を手掛けたライミ、ブルース・キャンベル、ロバート・ジー、タパートが行う。薬物依存症にかかったミアのリハビリのため、森の奥深くにある山小屋を訪れた兄・デビットと、彼の恋人のナタリー、高校教師のエリック、看護師のオリビアら5人の男女たち。 ミアの薬物依存は重症で一度 OD を起こしており、オリビアから次にまた OD になったら確実に死ぬ。禁断症状を乗り越えるまで絶対に帰らせない。と言われ、デビットは戸惑いながらも友人たちと共に禁断症状に苦しむミアを見守る。そんな中、小屋で地下室への入り口を見つけた5人は、そこで何らかの儀式が行われていた形跡と、 死者の書という一冊の不気味な本を見つける。そして、エリックによって本に書かれていた呪文が唱えられてしまう。翌日、小屋の近くで不気味な人影を見たという宮を、オリビアは今の状況から逃げたいがために出任せを言っていると気にも留めなかったが、この日を境に五人はかつて小屋で起きていた恐ろしい事実を知ることになる。役名、俳優、日本語吹き替え。なお、 主要5人の役名の頭文字を並べると、デーモンになる。以下は、ノンクレジット。2011年7月13日、ゴーストハウスピクチャーズが、資料の原渡のリメイク版を制作し、ディアブロコーディが脚本を読み直しており、フェデ・アルバレスが監督に選ばれたことが発表された。主役のデビッドは、シャイロフェルナンデスが演じる。 また、リリー・コリンズがオリジナル版のアッシュに該当する女主人公のミア役になったと報じられたが、2012年1月24日に交番が発表された。2012年2月3日、ジェーン・レビがコリンズに代わってミアを務めることが発表された。他に、ジェシカ・ルーカス、ルー・テイラー・プッチ、エリザベス・ブラック・モアがキャストに加わった。 監督の強いこだわりから CG による映像加工はほとんど使われず特殊メイクが多用されている。ミアの口から吐き出された大量の土砂物も CG ではなく実際にチューブを通してジェーン本人が行ったため共演者に申し訳なく思い震えて泣いたと話している。ラストシーンで後の雨には5万ガロンという大量の液体をトラックで運び込んだという。 なお、当初は NC-17 指定を受けたが、配給元との契約に伴って R 指定に再編集することとなった。日本では R18 指定での上映となる。すでに続編の制作が始まっている。アメリカ合衆国では2013年4月5日、日本では同年5月3日に劇場公開が開始された。本作は批評家から賛否両論であった。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには195件のレビューがあり、支持率62%、平均点は10点満点で6.1点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、資料の腹綿はオリジナル版のユーモアは欠けているが、残忍な恐怖、血みどろの恐怖、大喜びの暴力を保証します。となっている。全米初登場1位となった後、 世界中で9700万ドルを記録し、工業的な成功を収めた。一方、日本では映画雑誌、映画秘宝が発表した2013年度の映画に、対する、ワーストランキング、秘宝は、臭いアワードで7位と評価された。ありがとうございます。